地図調査士は中華人民共和国湖南省の省と。略称は、超、別称は正常。中国中南部に位置する特大都市で、市に一線都市及び全国交通派部都市の一つ、2400年以上の歴史を持つことであり、隣接市と、超下部、単都市圏を構成する。建設機械と新材料をはじめとした、工業。 サービス業を中心に、娯楽と文化産業、特にマスコミバラエティ番組制作で、全国的に知名度が高い。21世紀初頭からの10年間に、中国の主要都市の中で GDP 成長率が最も高く、一人当たり GDP は2万米ドル超。6しかつく、2研究、4、1県を管轄下に置く。 総人口は2020年末で1004.79万人に達し、市内総生産は1兆2142億元である。調査は、長江中流地方、湖南省東部の昇降下流の過酷平野に、市市,市内6区と研究市の流用市、名誉市及び、調査県を管轄し、省都として、湖南省の行政、経済、文化、科学、交通、 教育の中心都市となる。家中六大都市の一つであり、中国南部の高速鉄道網、航空路の中枢の一つである。調査を中心に、南部のカブス市、小丹市を含む、超カブ、丹都市圏は、人口1600万人を超える都市圏である。屈原と、かよしみなどの有名詩人のため、屈家の里と呼ばれ、おもんみそ有罪。 おここため、森という名句を残した竹六書院により、北宋時代に儒教の聖地となったため、少々、種子とも称される。地理的には、竹、葉山、昭光、立花の詩集の中に市街が囲まれたため、山水素城とも呼ばれる。市内では、昭語に属する調査語が、名号詞では名号語,語が、流洋詞では語に属する流洋語が使用される。 調査は、同一で2400年以上の都市建設の歴史が立ち、調査の名は、先進時代の、一州書、王海にまで遡る。商工両岸の白車を意味する、砂に越えつぐの瀬当時である、蝶を加え、調査と名付けられた。新代には、調査軍が設置され、全館には、調査国が、成立、五代十国時代の調査は、 南諏訪への都であった。新代末期調査は中国四つの米、茶房駅都市の一つとなり、近世では主な政治革命の拠点都市となった。丹次ーらは調査に事務学堂を設け、高校らはここで花協会を結成、毛沢東もここで早期の政治運動を展開した。1930年代には一時繁栄を極めたが、その後は、 分有大化により壊滅的な打撃を受けた。世界トップ50の建設機械企業4社が集まる、地、世界建設機械の都と称される調査は、建設機械と新材料を、主とし、自動車、電子情報、家電製品、バイオ医薬を補助とする、産業チェーンを有している。現地に進出している、日系企業は100社長。 外国企業の中ではグローバル500が合わせて173社、ある。改革開放以降は1990年代から高度成長を迎え、2015年に中国中部発の国家級シンクである、商工シンクを設立した。985工程大学を3大学も持っている。調査は、スーパーハイブリッドベイ、スーパーコンピュータ、天0が1号。 中国発のレーザー 3D プリンターなどの誕生の地でもある。ユネスコ、世界メディアアーツ都市に指定されているなど、文化産業の発展も著しい。国内屈指の地方テレビ局である、コナンテレビの影響力によって、中国の芸能人、有名人が数多く訪れる。都心地に、園芸バーや、ディスコカラオケバーなどがたくさん立ち並び、娯楽の都と呼ばれる。 不夜城である。国からは、全国的交通ハブ都市に指定されており、京高線などの2本以上の鉄道線と、京港旅客専用線をはじめとする3本の高速鉄道線が交わり合い、近隣都市をつなぐ町株、単都市間鉄道や、調査リニア海線などが走行している。北は、竹用市、駅用市、西は、老底市、南は、カブス市、昇丹市、 東は、厚生省、浮草郷市と接する。調査は、竜洋が及び老刀川が、将校に合流する地点にあたる。調査の名は早くも、一州省に見え、春秋戦国時代には、祖国に属し、西洋の時建中軍が置かれたことに始まる。寝台に、旗36軍の一つとして、調査軍が設置されている。 寛大初には、呉を封じて、臨昇権をととする調査王国が設置され、5代46年間続いた。調査王国の姿である、郡谷を一族の墓所として、有名な馬王大官房を今に伝える。随東代から新末にかけて、丹州の中心として発展し、中華民国が成立すると1933年に、調査史と解消。 コナン症の症都とされ現在に至っている。1938年の調査大火では、多くの文化財を失うと同時に1939年から1944年に、かけては、日中戦争の戦場ともなっている。地域は六市かつく、2研究、4、一県から構成される。調査市調査線区温暖湿潤機構に属する。特に、夏は、 非常に蒸し暑く深い指数が高く、三大ボイラーと称される重慶、武漢、南京にも匹敵し、これらに調査も加えて、四大ボイラーと呼ばれることもある。市内には、調査経済技術開発区と、調査ハイテク産業開発区が設置され、2008年の全市生産総額は3000.98億元、2015年は8510.13億元。 一人当たり GDP は2015年に115,443元。古くは中国最初の最高学府である竹六書院が置かれ、現在でも国家重点大学が5校存在する中国国内の教育、研究重点都市として位置する。調査木花国際空港。ありがとうございます。